俺の名前はユウスケ。嫁のミカはアメリカと日本のハーフで、美しい金髪とアメリカ人らしいメリハリある体型がチャームポイントだ。俺は日本人の両親のもとに生まれて、ミカと出会うまでは外国人やハーフの人と話す機会もなかった。対するミカは14歳まではアメリカで暮らしていた。ミカははっきりした性格だけど、ロマンチックな一面も持っている。彼女と出会ってから、いろいろなことが驚きの連続だった。俺たちが出会ったのは、二人とも社会人になってからだった。会社の懇親会でたまたま席が隣になって、その時に初めて喋った。俺は本社、ミカは支社に勤めていて、勤務場所も入社年度も違ったから、会う機会がそれまでなかったんだ。はじめまして。俺はユウスケです。本社で開発やってます。私はミカです。支社の会計係です。初めてミカを見たとき、外国人かなと思った。だけど、話し方には変なところが一切なくて、日本語ネイティブだったから驚いた。ミカさんは出身どこですか？生まれたのはアメリカです。私、アメリカと日本のハーフなんです。アメリカ人のお父さんに似たので、見た目は完全にアメリカ人ですけど、小さい頃からお母さんとは日本語で会話してましたから、日本語もペラペラです。じゃあ、バイリンガルなんですか。すごいですね。ありがとうございます。ミカはそう言って微笑んだ。その笑顔は、愛想笑いではないけど、心からの笑顔ではない気がした。多分、俺がしたような質問をされて、同じように褒められるのは慣れっこなんだろうなぁと思った。せっかく偶然隣の席になったんだから、仲良くなるのはもちろん、ミカにも楽しんでもらいたいと思って、俺はいろいろ話を振った。ミカちゃんは大卒？専門学校？第一大学です。え？ってことは、俺の後輩だ。サークル何入ってたの？いろいろです。声楽と、キャンプと、アニメ研究会と。俺もアニケン入ってたんだ。こんな偶然あるんだね。出身大学が同じだったことも驚きだったのに、所属してたサークルも同じだったなんて。ミカは俺よりも5歳年下で、在学期間は被ってなかったけど、こんなところで後輩と出会えるとは思ってなかった。しかもミカはさらに嬉しいことを言った。ユウスケさんのお名前聞いたことあるかもしれません。フィギュアとか作ってるんじゃないですか？え、どうして知ってるの？先輩から聞いたことがあって、すごい人がいたんだなぁと思って覚えていたんです。だけど、てっきりそういう分野の仕事に就いたのかと思いました。うちみたいな普通の会社に就職してたんですね。いや、俺のは趣味だから、仕事にするには拙いからさ。でも、写真を見せてもらったことがあります。すごくレベルが高くて、売り物と同じくらい綺麗だなって思いました。高校は美術系だったんですか？うん。独学なんだ。独学ですか？本当にすごいです。と、ミカは大興奮していた。俺は謙遜していたけど、心の中では自分の作るものに満足していたし、自信があった。だから、ミカのように素直に褒めてくれると嬉しかった。もしよかったら、俺の家に見に来る？俺はいつでもいいから、休みの日にでも遊びに来てよ。ぜひ行きたいです。ミカはテンションマックスになって、満面の笑みでそう言ってくれた。彼女はアメリカ育ちだからなのか、お世辞や謙遜を言わずに正直な喋り方をした。いろいろなサークルを掛け持ちしていたエネルギッシュなところを今も持ち続けていて、好奇心旺盛で明るい彼女に
俺はあっという間に引きつけられた。好きなことの話をしている時のミカは、心の底から楽しんでくれている感じがして、俺も嬉しかった。懇親会がお開きになった後、俺とミカはまだ話足りないという意見が一致した。そして、二人だけで二次会に行くことにした。近くの店だと他の社員と被るかもしれないから、少し歩いて大学近くの居酒屋に入った。学生が使うような色気のない店だったけど、大学時代の思い出話をするにはぴったりのところだった。懐かしいです。大学生の頃はしょっちゅう来てました。俺もだよ。社会人になってから遠ざかってたけど、久しぶりに来るといいものだね。私いつもなめろうを頼んでたんですよ。なめろう？意外とチョイスが渋いんだね。私こういう日本食が大好きなんです。アメリカにいた時もお母さんがたまに日本料理を作ってくれるのが本当に楽しみで。ミカちゃんのお母さん、なめろう作るの？はい、私のお母さんは若い時は日本の居酒屋で働いていたんです。そこに行ったお父さんが一目惚れして結婚したんです。へえ、そうなんだ。一目惚れなんてすごいロマンチックだね。お母さんは運命の出会いだったって言ってます。日本のアニメや漫画にも運命の恋がたくさん出てきますよね。だから私、小さい頃は日本人は全員運命の人が決まってて、みんなその人と恋愛するんだって信じていたんです。え、じゃあ日本に来たのは運命の人を見つけるためなの？いいえ、それは親の都合で一緒に引っ越してきただけです。けどまだ出会えてないだけで、私にも運命の人がいるって思ってます。こういうの子供っぽいですかね。いや、そんなことないよ。素敵だと思うよ。そうですよね。よかった。私の友達はみんな夢見すぎって突っ込んでくるので、素敵って言ってもらえたのは初めてです。ミカはそう言って本当に嬉しそうに笑った。俺たちは二度目の乾杯をして、なめろうを魚にいろいろ話した。ミカは割と本気で、いつか現れる運命の人を待っているらしかった。二人とも酔っておしゃべりになってきて、話は恋愛論になってきた。ミカちゃんの言う通り、運命の人はいるかもしれないけど、待ってるだけじゃダメじゃないかな。どういうことですか？アニメだったら、すれ違っただけで運命ってわかるかもしれないけど、現実はそうじゃないと思うんだ。いいなぁと思った人がいたら、運命とか関係なくアタックしてみるのが恋なんじゃないかな。って、彼女いない俺が熱弁するのも恥ずかしいけど。俺がそう言うと、ミカは真面目にうなずいた。確かに、そうかもしれません。今まで待ってばかりだったけど、アタックしてみる。やってみます。と元気よく言われて、俺はドキッとした。運命の相手にこだわっていたから、ミカには気になる人はいないと思い込んでたけど、この様子だと運命は感じてないけどいいなぁと思う人がいるみたいだった。俺はその時にはすっかりミカのことが好きになっていたし、なんなら彼女と二人きりで飲んでいるのもアタックの一つですらあった。二次会でいい気分になった後、俺の家にフィギュアを見に来ない？と誘って、そのまま泊まってもらうことまで考えていた。だけど、ミカに意中の人がいると分かった途端、俺はなんだか奥手になってしまって、言い出せなかった。変なアドバイスなんかしなきゃよかったなぁと後悔したけど、もう遅かった。その日は三次会まで発展することはなく、解散になった。けど帰ってからやっぱり家に誘えばよかったと後悔した。連絡先は交換していたし、
フィギュアを見せる約束もなくなったわけじゃない。まだチャンスはあるはずだけど、ただ家に呼ぶだけじゃダメだと思った。俺は考えた結果、小さいフィギュアを作ってミカにプレゼントすることに決めた。仕事終わりと休日の時間を最大限に活用して制作を進めた。だけど、それから一週間も経たないうちに、驚きの出来事が起こった。夜中に玄関のドアを叩く音がして、俺は机から顔を上げた。誰だろうと思っていると、意外な声がした。ゆうすけさん、私です。ミカです。ミカちゃん？俺は驚いてドアを開けると、そこにはミカが立っていた。少し酔っているようで、顔が赤かった。ミカちゃん、どうしたの？こんな夜中に。ヒュースケさんのフィギュアを見に来たんです。入れてください。今はダメだよ。どうしてですか？いつでもいいって言ったじゃないですか。ミカはそう言って、強引に俺の部屋に入ろうとしてきた。だけど俺の部屋は今散らかってるし、何よりミカにプレゼントするためのフィギュアを作っているところだった。見られたら、せっかくのサプライズが台無しになってしまう。どうしようか迷っていると、ミカがうつむいて言った。ダメですか？アタックしろって言ったのは、ユウスケさんなのに？え？酔ってるから入れてくれないんですか？でも、私、今まで運命の人を待つことしかできなくて、自分からアタックする勇気が出なくて、だからお酒の力を借りてきたんです。ミカはそう言いながら、ぐいぐい俺に迫ってきた。諦めないミカに押し切られて、俺は彼女を部屋に入れてしまった。ミカの言葉の意味を考えて、俺はドキドキが止まらなかった。部屋のドアを閉めて、すぐ聞いた。それってさ、ミカちゃんは俺のこと、いいなぁと思ってくれてるってこと？はい、そうです。ミカははっきりそう言ってうなずいた。俺にアタックして、俺がOKしたら付き合うつもりだったってことなんだね。そうです。そうなんですよね。それが恋だって言ったのは、ユウスケさんですよね。ミカは酔って赤くなった顔を、俺の顔に近づけてきた。こんな夜中に、酔っているミカと部屋で二人きりで、至近距離で迫られて、俺の理性はギリギリだった。俺はそう思ってるよ。だから、俺もミカちゃんにアタックするつもりだったのに、先を越されちゃったな。ユウスケさんも？うん。本当は、懇親会の後、俺の家に来ないって誘うつもりだったんだ。あと、できればうちに泊まっていってほしいなって。じゃあ、それ、今からしましょう。いいですよね。だって私たち、二人とも恋をしているってことですもんね。ミカはそう言って、俺に抱きついてきた。ギリギリで耐えていた俺の理性は、そこで崩壊してしまった。ミカも俺を受け入れてくれた。運命かどうかはわからないけど、俺の恋は実った。作りかけのフィギュアはミカに見つかってしまったけど、俺が慌てたら見ないふりをしてくれて、後日改めて受け取ってくれた。ミカにアピールするために作ったプレゼントのつもりが、その時はもう俺たちは恋人同士だった。だけど、すごく喜んでくれたから、作ってよかったと思う。ミカは運命の人にすごくこだわっていたけど、俺と付き合い始めてからは、やっぱりユウスケさんが私の運命の人だったのかも、と言ってくれるようになった。ミカの両親みたいに一目惚れしたわけじゃないけど、懇親会で偶然出会って、話すとすぐ好きになってしまったというのは、
俺に言わせれば十分珍しいことだし、運命と言ってもいいと思う。運命の相手にアタックした結果、恋をして一緒になったというのが、俺とミカの馴れ初めに一番ふさわしい言葉なんじゃないだろうか。俺たちはその2年後に結婚し、夫婦になった。子宝にも恵まれて、男の子が2人、女の子が1人の3人の子供たちが生まれてきてくれた。ミカは結婚を機に仕事を辞め、専業主婦になって、家のことや子供たちの世話を一生懸命やってくれている。ミカの教育のおかげで、子供たちは英語と日本語を話せるバイリンガルに育った。これからのグローバルな時代で、俺とミカの子供たちが活躍してくれるのは間違いないだろう。これが俺たちの馴れ初めです。